アーズがザクザクと出てきてお金持ちになるんですよ。だから多方の神でもあるわけです、うん、お金持ちになる神様でもある。商売人の人もこれは面白いということでみんな拝んでから。そうなんですか。はあ、今は拝んでいられてもいいですし、よければどうぞ。また、ね、あの面白い竹取物語のあれ話題になるんじゃないですか。ですよね。うん、取って大丈夫です。はい、あ、ありがとうございます。あ、雨降ってる。あ、大丈夫です、大丈夫です。チリチリと。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、どうぞどうぞ。